東洋言語文化学院2015東洋言語文化学院はフランスのパリにある国立大学であり東洋言語文化大学あるいは東洋言語文明学院と訳されることもある西ヨーロッパ起源以外の言語と文明についての教育を行っている1971年に現在の名称となった略称のイナールコはイナルコのように読むラングゾー ラング像とも呼称される。全身は、フランス東洋語学校、パリ東洋語学校、東洋語学校と表現されることがある。中世のキリスト教会によって設立されたソルボンヌなどの大学と違い、イナルコは、近世のフランス絶対王政の高等教育機関として設立されたのである。ルイ14世神聖下の財務総監のジャンバティスト・コルベールが、 重症主義政策を推進すると、東洋市場の開拓と東洋の国家との交流を発展させるため、稲ル子の前身であった若手言語学校が設立された。トルコ語やアラビア語の翻訳、通訳できる人材の育成がその使命であった。フランス革命が起こると、また別の同類の教育機関の東洋、言語特別学校が設立された。1873年にその2つの学校が、 合併した。1914年に国立東洋言語学校になった。1971年に東洋言語文化学院になり、1984年まではパリ第3大学に所属し、日本語、中国語など言語によっては、パリ大学の学生はイナール子で学ぶことになっていた。ディプロムなどもパリ第3大学の印が使われた。 1984年から完全に独立し、グランデタブリスマンとして公認されている。従来、本部はパリ6区に立地しキャンパスごとに分散していたが、2011年にパリ13区のポルデロングイシビラゼーションスジュモンドに、ブラックなどと共に集約され移転した。日本では、明治大学や立教大学、早稲田大学などと国際交流協定を結んでいる。 公式ウェブサイト参照。日二日遺憾研究活動。研究員、事務局、ロランネスプルスタ。山口昭彦。フランスにおけるイラン研究と、クルド研究、オリエント第40巻第1号。一般社団法人日本オリエント学会。1997年、172から182ページ。土井、10.5356。常温と、40.172。 A.B. ナールコ日本学会の日本人、交換留学生の受け入れ体制について、日本キリシタン市保総大学附属図書館、石澤義明、パリ東洋語学校200周年、記念国際シンポジウム、東南アジア史学会開放第64巻、東南アジア史学会、1996年4月、ネイド1100億374万4329。 森川はじめ、ロニの東洋語学校日本語講座開講講演、関西学院大学社会学部器用第47巻、関西学院大学、1983年、19から28ページ、CA1822、大学間共同利用言語、文化図書館欧州随一の言語、文化図書館、クロッティルダ・モンテロ、カレントアウェアネスポータル。ありがとうございます。